どうですか、その T シャツは着てみた感想としては。そうですね、なんかシンプルですごい可愛いですし、着心地もすごく良くて、はい、可愛いなと思います。着方としてはなんかこうどういう着方がおすすめというか。おすすめどうなんですかね。でもなんか普通に私服としてもなんか着れそうなので、はい、ちょっと大きめに黙って着て可愛い。確かにちょっと今大きめですもんね。はい、ちょっとこれはサイズがちょっとこれでも可愛いね。けどユニフォームにもすごいなんか合わせてもいいというか、はい、そうですね、はい、ちょっと一周ぐるっと回ってもらってもいいですか。今日もまさにこうね、ランウェイでやったわけじゃないですか。今日どんなポーズしてましたっけ。今日は最初レッドエルフ妖精ポーズやって、歩いて決めて入りました。せっかくこの T シャツでもちょっとワンポーズやってきますか。いいですか。はい。やらせていただいて。はい、どうぞどうぞ。難しいんですけど。じゃあ改めてやる前からもう一回入ってたらやりましょうか。あ、いいですね。バッチリ。まあけどシンプルにこうロゴがあって、なんかデザインとかもこうすっきりしながらもなんかすごい可愛らしい感じですよね。デザイン的にはどうですか。そうですね。本当にシンプルなので使いやすいもの、シーンを選ばないし、しっかり D リーグって入ってるので可愛いなと思います。あ、そうですね。ちゃんと入ってますもんね、ここに D リーグってね。はい。D リーグってしっかり。わかりました。ありがとうございます。あ、これ靴下もあるんですね。はい、靴下もあります。で、ミルクフェードって書いてあるんですけど、内側にちゃんと T リーグで入ってます。ちょっと見せてください。あ、なるほど、なるほど。外側はミルクフェードなんです。はいはいはい。外側はこうあるけど、内側にこう書いてるわけですね。T リーグって書いてます。はいはいはい。あ、けど靴下改めてちょっとこう持っていただいて、なんかあれですね、こう服ともすごい合わせやすそうというか、しかも女の子が好きな色、ピンクもあるし、男の子が好きな色。